タンザニアシーリングは、タンザニアの通貨単位。1タンザニアシーリングイコール0.072円。それまで使われていた東、アフリカシーリングに代わって、1966年に導入された。補助単位として、セントがあるが、実際には使われていない。タンザニアの通貨は、X、Y の形で表記される。ゼロ値は、タイ、または、イコールと記される。 例えば、20シリング50セントは、20、50、50セントは、50、または、イコール、50、100シリングは、100、または、100、イコールと表記される。現在、効果は5、0 20、50、100、200シリング効果が発行されている。物価の上昇に伴い、5、0 20シリング効果が使用される機会は減少している。以下、 現行の硬貨の特徴。銀色、ニッケルクラッド硬、金色、王道独立当初の1964年には、新宅統治時代の東、アフリカシリングのものを模した10セント硬貨と5セント硬貨が作られたが、1966年以降は独自のデザインのものが作られた。しかしインフレの結果、補助単位セントのすべての硬貨と1シリング硬貨は使用されなくなり、 現在では発行されていない。以下、過去の効果の特徴。現行紙幣は2003年紙幣は2月発行。500、1000、2000、5000、1万シリングが発行されている。500シリングには、アフリカ水牛が、1000シリングには、ジュリウスニエレラが、2000シリングには、ライオンとキリマンジャロ山が、5000シリングにはクロサイが、1万シリングには、 アフリカ像がそれぞれ描かれている。過去紙幣のデザインであったキリンをかたどった透かし、マイクロ文字、深刻横版印刷、安全線、合わせ模様などの偽造防止技術が用いられている。2019年9月15日、KBS は、タンザニア中央銀行が、韓国側が事業土として主張する竹島をモチーフに、た3000シリング記念コインを制作したと報道。 同月17日、菅義偉官房長官は、在タンザニア日本大使館が、同国外務省に事実関係を確認し、中央銀行を含め、タンザニア政府として、そのような記念コインを発行した事実はないとする、回答を得たとして、韓国側の報道内容を否定した。タンザニア中央銀行も、中央銀行によって発行されたものではないなどと、公式に反論した。 ありがとうございます。